ユーロネクストアムステルダムは、オランダアムステルダムにある、証券取引所。ユーロネクストが運営している。左側が、バース・バン・バー・リッチ、右側が、ビューデス・プライム・アムステルダムの証券取引所は、世界で最古の証券取引所であると考えられている。1602年、かつて有価証券を取引するために設立された、取引所の名称を変更の上、オランダ東インド会社によって、 株券や債券を売買するために設立された。バース・バン・バー・リッジの故障で、ダム広場に近いダムラック通り沿いに長く位置してきた。2000年9月、ブリュッセル証券取引所、パリ証券取引所との経営統合により、ユーロネクストが設立され、同社の運営となって以降、ユーロネクスト・アムステルダムの名称で呼ばれるようになった。現在の取引所は、ダムラック通り沿いではなく、 バース・バン・バーリッチから工事を隔てた東側の建築家のジョス・キュイパーズの設計により、1914年1月2日に完成したビューデス・プライン語と呼ばれる建物が利用されている。X 指数はユーロネクスト・アムステルダムで取引されるオランダのプライム市場の主要25企業で構成する時価総額加重平均型の株価指数である。他に、 中型株指数である AMX インデックス、小型株指数の ASCX インデックス、全株指数の X オール、シェアインデックスなどがある。通常の立ち会い時間は土曜、日曜、取引所の定める休みを除き、平日午前9時から午後5時40分まで。ビューデスプラインを、ユーロネクスト、2017年12月3日閲覧、ありがとうございます。